エンジョイパチンコライフ。景品を一つでも獲得するために今日もレバーを叩く景品獲得バラエティダッシュマン平天君でございます。今回は、神奈川県横浜市長区、長者町ね、何が近いかな、京急だと日の出町駅、JR だと関内ね、駅から、まあ、歩いて数分で着きますザ・シティ・ベルシティ伊勢崎町店さんに来ております。今回のルールが1時間60分の500枚もしくは2500発でね、出玉を獲得してその出玉を全て景品に変えてねプレゼントしちゃおうという企画でございます。じゃあね早速店内の方に行ってみたいと思います。えいえい。はい、じゃあね中に入っていきましょう。ということでもう店内はね秋一色ということでハロウィンのねハロウィンの装飾になっております。秋めいてきました。今日なんと、話題の新台おサラリーマン番長導入初日ということで入っておりますよ。いいなうちでなぁ素晴らしい。歩くの大変あ、どうもあざす。えいえい。どうもあざす。まあいいや、そうだ。まあ先に景品見ないと景品。ね。景品コーナー行こう。ということで、景品コーナーにやってまいりました。ベルシティさんといえばね、シティグループオリジナルブランド。ね。ラーメン。あとは梅酒。カレーに。町の朝ごはんっていうねシティからね町っていうねオリジナルブランドがいくつもあるんですけどちょっとね食べ物はさすがにちょっとね賞味期限とかあるんでまあ賞味はいいけど消費がねまずいからお酒は結構長持ちするんでこのね町ブランドの中のお酒をねちょっとねメインにね景品取っていきたいなと思っております。じゃあ値段の方ね見ていこう。あーすいませんどうもえいえい。よしじゃあバラエティで勝負しようかな。サンダーにしようかな。大量もいいな。大量にしよう1500枚で3時間とかだったらね ATARD 考えたんですけどね、60分の、500枚なんで確実にね景品取りたいんでじゃあノーマルタイプで大量で行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということでダッシュマンで選んだ台は北根さんの大量行ってみたいと思います。お座り大量チャンス。頑張っていこう。舞台ブダイ。ブダイ。あれ？チェリーってどこだっけな。忘れちゃった。滑ってきたよ。どこ狙うんだっけな。ワカメオアボーナスですよこれ。右敵飛んでんだっけな。ああそうだ。で
7でいいんだな。わかめオアボーナスです。わかめでしたね。でもわかめでも同時当選ありますから。お、わかんないよ。だねお、やったー負けたねで、この部材が外れるとボーナスでやけど、揃っちゃったみたいだね。投資100倍。そうだ、多いんだ。あ、終わってん、終わりじゃない、終わっちゃった。ビッグ行かないと景品にならないからな。お、いいね。赤と緑、どっちかな。チェリーですね。ふいふいふいだね。残念、移動ダメだ。一応ね、当たったんですけどね、レギュラーだったんで。よし、移動。みんなしっかり回してんな。よし、サンダー、サンダーノーマルタイプ。おさえパッチャス。あれ、取りこぼした。入ってねえや。あ、入ってった。あ、違うわ。あ、取りこぼしたか、今。あ、ダメだった、取りこぼした。フリーズだ。ビビった。やったやった入ってたの。あー、やっちゃった。入ってたのかな。あー、失敗。早い。さっきのスイカ滑ってきたのが入ったのかな。すいませんね、告知音なかったんでバンバーンってやっちゃったから。あれ、俺の悪い癖。まあいいか、ラスト335枚。あと15分、頑張りたいと思います。エイジゲームレンジャーチャンスだねー。あー、すみません、どうも、あ、ありがとうございます。あの、レインボー、レインボー、レインボーに光るとこあるかな、わかんないけど、いただきました。ありがとうございます。おびった、こんなん来たでしょ。入ってるよね、これね。
やったぜかっこいいなあんま打ってないっていうのもあるんですけどね。ああ逆でした。まあいいや。やったー。あれここどうだったっけ。ザ・シティ・ベルシティ伊勢崎頂点さんいいぜー。イエーイイエーイ。これ一回やってあとは左から告知音が鳴ったら通常通り、レア役を狙っていくと。ラスト。やりました。お時間来ちゃったので1ゲームだけ。1ゲームレンジャーチャス残念。7狙うと思ったんだけど、あ間違えちゃった。まあいいや。あリプレイだ。残念。まあ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 ね、よかったよかった。イエーイ。はい、それでは早速コインの方を流したいと思います。えいえい。おお、521枚。はい、今回の結果521枚やったぜ。じゃあ早速で景品にね変えていきましょう。はい、ということで今回の結果、521枚獲得することができたので、こちらのね、焼酎町ね、焼酎1本のあと梅酒を2本、ね、合計3本取りました。あとですねカレーの方1個取ってるんですけどね、やっぱ食べ物はちょっと遅れないということで、ごめんなさい。カレーね余ったんでカレーも取ったんですけど、ちょっと食べ物なんでねこれは遅れないんで、僕が最近カレー食べ過ぎてんでねどうしようかまあいいや、会社のみんなでね、美味しく食べたいと思います。ということで、今回は焼酎3本3名の方にプレゼントします。ということで今回撮影に協力していただいたザ・シティ・ベルシティ伊勢崎商店さん宣伝をちょっとだけ、10月の8日に Go to Heaven でねマーサがね、来店します。そちらの情報は、B マートのスケジュール、あとはねマーサのブログとか、あとはシティさんも告知するのかな、分かんないけど、まあ各種ね、サイト、チェックしていただいて、ぜひねこちらザ・シティ・ベルシティ伊勢崎頂点さんね来ちゃってください。その2日後、10月の10日なんとね15時オープン、15時オープンということでね、時間が短いってことはね楽しさを凝縮してるってことなんでね、ぜひねその日は朝どっかの抽選受けて、あーちょっと抽選良くなかった、そうだシティが15時オープンだった、伊勢崎頂点が15時オープンだったってことを思い出していただいて、ぜひねこちらのザ・シティ・ベルシティ伊勢崎頂点さんに、ね、来ちゃってください。ということで今回ヘイディング久しぶりにね景品の方獲得することができました。キーワード何しようかな。じゃあヘイヘイヘイって書いていただいて、ね、ご覧の応募フォームにね、どしどしご応募の方よろしくお願いいたします。以上景品獲得バラエティダッシュワン閉店くんでした。えいえい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。